アルプス通りとは、山梨県甲府市にある、総合グラウンド入口交差点から昭和町、甲野市を経由し、南アルプス市にある在家塚交差点までの全長1 1トルの通りである、アルプス通り、南アルプス市か今、諏訪付近。2012年12月12日、撮影甲府市街地から、甲府バイパスをまたぎ京離市地区を結ぶ道路は、古くから、 ある通称バス通りと1963年に廃止された山梨交通電車線の専用線を転用して舗装された通称廃棄道があるが、バス通りは旧道であることや廃棄道は元々が単線区間であったためともに道幅が狭く、特に区川地区は交差点が複雑に入り組んでいることから渋滞が向上化していた。また、 海西地区の人口増や中央自動車道、甲府省はインターチェンジが甲府バイパス沿いに作られることが決まっていたため、今後も東区間の通行量増加が見込まれたことから、新たにバイパス道路の建設に着手、1977年に事業が開始された。開国教育性は道路新設であったことや甲府市や海の市ではすでに形成されていた市街地を横断することから、 用地買収などで時間を要したが、2003年に、甲府バイパスから西側の区間が全面開通。残る甲府市の区間も2005年に開通し、計画された1 1トルの区間すべてが開通した。山梨県内の県道では珍しく全線にわたって、片側2車線、合計4車線である。当初の計画上は全線開通したが、 総合グラウンド入り口交差点からさらに北上し、新山梨環状道路北部区間に接続される予定である。なお、延伸区間がアルプス通りに組み込まれるかは未定となっている。ありがとうございます。